そうだ。で、お前たちは。俺ら？互いを知るにはいい機会だ。俺の過去はすっかり知られたんだ。お前たちも話すべきだ。自分は失うもんがね。いいぞ。小さい頃、本当は陸上で結局高一の時、教師連中からあの時のお袋の帰りに謝られたんだ。そんなこと、学校はみんな平等と教えるが、現実はそんな綺麗気持ちは俺にはわかる。まあ、寝てるっつったら例の話か。そういえば、このガキ、これ以上するあのお金のこと告発しますよ。いいんですか？そんなのお前が勝手に。嘘。俺を。そんな。おい、お前、警察にこう証言しろ。ガキがいきなり俺に乱暴してきたってな。ちょっとでも余計なこと喋ったら。そんな。黙れ。俺に逆らったらどうなるか。すみま、どういう状況だ。そこの、それで。だ、そう、それと、どういう。あ、おい、か、わ。聞いてるだけで腹立って。くそ。たったそんだけでしょ。女の方もひどいな。そういうやつの心こそ。思い、肝心なことが思い出せねえ。被害者、それにもううまく相手を取る。ありえ、世の弱っ、偉いやつらが決めることな。俺たちなら、俺たちが立つ。ああ、いいんじゃない。お前ら何や。あっと、うん、けどなんか吹きながら思ったよ。みんなのこと昔からし、これって似た。まあ、ろくなもんじゃねえけど。似た者同士か。お、我が輩には振り返れるほどの記憶はない。何言ってんだ。てか、きっとちげえね。絶対そうに決まってんな。それはどうかな。モルガナもなんか不思議。怪盗団を助けてんのは我が輩自身のためだ。感じが、お前らに強くなってもらわないと。メメントス探索どころじゃねえからな。いじけた。ねえ、ダメな大人、私たちにしか。怪盗団を我が輩が直々に鍛えてやるんだ。ってことで、もうこ、今日は、あ、それはお前、超俺、風呂に銭湯あるから行ってこいよ。へえ、あんたと、じゃあね、モルガナ。畜生、誰かに取ら、やっぱ広い風呂、ちょっと暑い。じいさん、そういう、お前って、おお、まああいつ、アンニさん、しかし、それなんだけど、ここんとこの席、確かに
世間に訴え、お俺がそんな戦略立てられる、ひひ俺は切り込み隊長や、うん、あああっちんだよ、どんだけ入れりゃ気がするんだよね、とりあえず週明けにでも集まっ、何かあったか、そうだな、囚人主の前、お前が皆社会か気づいているか、ははそれがお前、私からより、よしそろそろ、サイさんの妹、少し話せないかな、怪盗だ、察しがいい、鴨志田とまだらめの被害者が出てるんだ、怪盗、ああ真実を追いかけ、彼らがいる、これたまたまだ、なんかたそうか、え予告会、カリスマ探偵なんて言われて、自己怪盗は勝手に、それに僕は君だ、なん、そろそろ、じゃあね、なんで、こんなおいしい子、次が決まるまでいていない、いえ俺は絵の世界に人間を描く、まずは大した、大げさだ、ま、彼もマスターとか、え立ち入ったし理由それだ、世の中お前さんとその人だ、俺も、俺なあ、寮で俺だけが何の変哲もない日常をほんの少し彩る、そうか、ごちそうさまでした、起きたか、ナナ。
せ。やるか。皆さん、ありがとう。またよろしく頼むよ。やあ。
若いやつはどうせ分かるよな。その通りだ。やるじゃねえか。よし。あのさ。